真っ暗で何も見えねえんだけど。ただの潰れたペンションになぜ人はハエのように集まるのでしょうか。ドライブついでだったから良いものの、時間返せレベルのただの廃墟。国道から細い道へ入ったところにある心霊スポット田原ペンションマリーナをお届けします。時間返せレベルだぞこれ。はいはい引っ込んでろ。こんな海沿いに建てられた名古屋の喧騒から離れられる地でも離れすぎて客が来なくて潰れちゃったんですね。目の前に来たは良いけど、深夜の闇と真夏の草木のせいで何も見えんかった。ロープを越えていけば海岸に出られますが、不法侵入っぽいのでここで引き返します。怪しい物音を聞いたっていうのを心霊体験談に書くな。結論、心霊スポットはアホ。